ちなみに中国に対してっていい印象をお持ちですか、それともちょっと悪い印象をお持ちですか。いい印象はそんなにはない。政治の方でも見てるの知ってるので、うん、いい印象もたくさんあるし、だけど一面そういった、まあ、過激な行動、あと中国人のマナーとかっていうものに関して言うならば、それもごく一部のことだろうと思うんですけど、私はすごい好きです。中国語専攻してるんですけど、なんか向こうの文化も勉強してたりとか、私が多分関わってきた中で中国人がの人は日本のことが好きな中国人の人がやっぱ多くて、やっぱこういう人、なんかそういう悪いことするような人だけじゃないんだなってやっぱり一番思います。悪い印象を持ったりするからだと思います。日本のメディアとかでもあんまり中国のいいニュースとかそういうのは聞かなかったり、いろんな歴史的な背景もあるので、あんまりいい印象を持ってない人が多いのかなって自分は思います。